1241年、モンゴル軍がこの町を襲いました。それに気づいた一人のラッパ氏が、町の人々に救援を告げようとラッパを鳴らしました。しかし、吹き終えるよりも早く、モンゴル兵の放った矢がラッパ氏の胸を貫いたのです。ラッパの音は、ぷつりと途絶えました。750年、ラッパの音は途切れた形のまま、毎正時、このクラコフの町に鳴り響いているのです。30度にもなる寒さをついて、モンゴルの男たちは山へ分け入ります。狩りが始まるのです。春から秋にかけて草原で羊の世話に追われてきた男たちは、冬の訪れを心待ちにしてきました。この日、狙う獲物は、モンゴルです。さあ、最後に行くつかも。乾杯つかの。さあ、ベッドに置いてる。いんたんひいへるそこですかだ。モンゴルの狩りの手法は、巻狩りと呼ばれるものです。山の中に潜む狼をふもとへと追い立て、待ち伏せて仕留める方法です。リーダーは、まず狩人たちを集めて、それぞれの役割を決めていきます。獲物を追い出すセコの役割をする狩人たちが山に入っていきます。セコは二手に分かれます。左右から大きく山を取り囲み、その包囲網を狭めながら麓へと狼を追い詰めていくのです。山に入った狩人たちは、狼の嫌う独特の掛け声を上げて、姿の見えない獲物を追い立てます。一方、麓に残った狩人たちは、発情期の声を真似、狼をおびき寄せます。狩りが始まっておよそ1時間、
包囲網は西の斜面に絞られました。この日の獲物は4歳になるメスの狼でした。狼を捕らえてその肝を食べれば特別な力が授かる。モンゴルの人々はそう信じています。チンギスハーン以来、モンゴルの指導者は皆狩りをことさらに奨励しました。遠征中も戦闘の合間を縫っては数千の兵を使って巻狩りを行ったといいます。狩りは集団戦を得意とするモンゴルにとって格好の軍事訓練だったのです。青き狼の末裔として生まれた英雄チンギスハーン。彼は強力な軍事力と巧みな戦略に一代にしてモンゴル帝国を築き上げました。チンギスハーンは騎馬軍団を率い、モンゴル国、トラズム王国、セレカ王国とユーラシア大陸の中心部をその支配下に収めました。チンギスハーンの死後、モンゴル帝国はさらに拡大を続けました。交通通信網が整備され、帝国全土に税制が敷かれました。こうした新しいシステムを作り上げたのが二代目大ハーン、オゴデイでした。オゴデイは父チンギスハーンの遺志を受け継ぎながらも、父とは違った方法で世界征服への道を突き進んでいったのです。中国河南省海口、当時海口は勉強と呼ばれていました。勉強は水運を利用した交易で栄えていました。この勉強に都を置き、黄河流域を抑えていたのが金剛城。大ハーンに即位したオゴデイ、まず金剛朝征服を決意します。帝国のさらなる発展にも豊かな穀倉地帯を手中に収める必要があったのです。金剛朝攻撃にオゴデイは本国得意の巻狩りの手法を取り入れました。まず二手に分かれた軍、黄河の北から勉強に攻めます。南に回り込んで敵の背後を襲います。三方を取り囲まれた金の軍勢と農民は勉強周辺に追い込まれました。人口は一気に5倍にも膨れ上がり、周辺は瞬く間に進みつきました。よりしもこの一帯を激しい寒気が襲い、金の軍勢は飢えと寒さで戦闘の失っていきました。いや、金は自らの重さを支えきれずに自滅しています。1236年、オーデイは征服した地域に税制を敷きました。中国の歴史書原始には次のように記されています。初めてオーデイ元に遺跡を移す。その遺跡、農家1戸あたりの1年の収穫のおよそ1割に相当しました。金剛朝の征服によって、オゴデイは銀に換算して110万両の収入を毎年新たに得ることになったのです。この財源をもとに、オゴデイは本格的な帝国経営に乗り出していきます。その第一歩となったのが、モンゴル帝国最初の都、カラコルムの建設でした。
ボグデイが都を定めたカラコルムはモンゴル草原のただ中にありました。ここからは草原の道を通って南は中国、西は中央アジアのオアシスとしても抜けることができました。かつて都が置かれていたカラコルムには今はチベット仏教寺院エルデニズーがあります。エルデニズーはカラコルムの滅亡後、宮殿などに使われていた石材を使って16世紀に建てられました。ザザザ。エルデニズーの朝、夜明けを待って金剛金材に住んでいる僧侶たちがお勤めのために集まってきます。エルデニズーの僧侶たちの他にここを訪れる人の姿はありません。かつての繁栄を忍ぶヨスガは今のカラコルムにはほとんど残されていないのです。草原に残る亀をかたどった石、この石の傍らにはボゴデイの宮殿万願宮がそびえていました。13世紀半ばに書かれた旅行記によれば、カラコルムにはモンゴル人の他に中国人、ペルシャ人、さらにはロシア人やフランス人も暮らし賑わっていたといいます。今世紀の初めに発見された碑文にはこう記されています。都と定められたカラコルムは万国を見下ろす土地である。カラコルムの町は南北およそ2500メートル、東西およそ1500メートルの城壁に囲まれていました。城内には帝国各地からやってきた商人や職人たちが住んでいました。モンゴル人自身は都市生活を嫌い、城壁の外に移動式住居ゲルを建てて暮らしていたといいます。大ハーン・オゴデイのカラコルムの周辺にゲルの陣営を作り、遊牧民の王としての生活を守っています。チンギスハーンの時代、大ハーンは常に軍団と共にありました。しかし、二代目大ハーン・オゴデイはカラコルムに都を定めた後は生涯ここを動くことはありません。オゴデイは帝国全土の富、政治、軍事、経済の情報をカラコルムに集中させ、さらなる領土拡大に乗り出していくのです。東はモンゴル高原から西はヨーロッパまで、ユーラシア大陸には草原のベルトが伸びています。モンゴル軍はこの草原地帯を家畜を連れて自在に移動しました。どんな長い遠征にも耐えることができました。移動式住居ゲルを住まいや食料に身を隠すことはなかったのです。馬の乳から作る酒、馬乳酒です。この馬乳酒をはじめチーズやヨーグルトといった乳製品が夏の主食です。モンゴルの最高のごちそうは塩茹でにした羊の肉。調味料は岩塩の他には何も使いません。
中でも脂身は最も喜ばれます。脂身を大量に取ることでモンゴルの厳しい冬に備えるのです。モンゴルの人たちはお茶をたっぷりと飲みます。お茶でビタミンを補おうというのです。お茶の葉を固めたこのレンガ茶を砕いてお湯に入れ、そこに牛乳を加えてスーテサイというミルクティーを作ります。今では中国からお茶が輸入されています。昔は草原に生える薬草の一種を使っています。草原と家畜さえあれば全て間に合ってしまう。モンゴルの人たちは自給自足の生活を営んできました。モンゴル軍は多くの場合遠征に家族を伴いました。モンゴルの人たちにとっては遠征も遊牧生活の延長だったのです。1236年、兵力5万の遠征軍が西に向かってカラコルムを旅立っていきました。遠征には10代半ばの少年たちが数多く選ばれました。少年たちは戦いの中で学び、たくましい戦士へと成長しています。オゴデイはカラコルムに留まりながら多くの戦いを同時に指揮しました。中国南部、中央アジア、そしてロシア、中でもロシアに対するモンゴルの攻撃は近隣の地域に攻勢にまで及び、大きな影響を与えたのです。ボルガ川に面したタタールスタン共和国の首都カザン。この町はロシアに侵攻したモンゴル軍によって作られ発展しました。タタールスタンは現在ロシア共和国からの独立を主張しています。その原動力となっているのが人口の 48% を占めるタタール人と呼ばれる人々です。このタタール人の起源は、実はモンゴル軍襲来の時に遡ります。モンゴルによって作られたイスラム寺院の跡。ユーラシア大陸をはるばる横断し、ボルガ川流域にたどり着いたモンゴル軍。最初にブルガルに攻め入りました。モンゴル軍は一旦はこの町を焼き払いますが、後にボルガカ藩の商業拠点として再建します。その後3世紀にわたってモンゴルはこの地を支配しました。廟の中にはモンゴル帝国時代の墓石が残っています。もともとこの辺りにはイスラム教を信仰するトルコモ系の遊牧民族が住んでいました。モンゴル支配の下で彼らはモンゴルと同化し、やがてタタールと呼ばれる新しい民族が形作られました。タタールとはモンゴル襲来が生み出した民族だったのです。火山市の郊外にあるカザンスキーコルホーズ。およそ600頭の馬が飼われています。このコルホーズで育てられた馬は優秀な競走馬として各地に送られています。
には今も遊牧民ならではの習慣が残っています。馬から乳を絞り馬乳酒を作る。馬乳酒を飲む習慣を持つ地域としてはここは最も西の端だと言われています。モンゴルでは馬乳酒は全て自家製ですが、ここでは工場での一括生産が行われています。タタール人ばかりでなくこの辺りに住むロシア人たちにも人気があります。馬乳酒は本場モンゴルではアイラクと呼ばれていますが、ここではトルコ語系の言葉クミスの名で親しまれています。ну полезно для здоровья у нас она отправляем мы в санатории。А еще такой вопрос. А по национальности вот кто вы? Вы и вы. Я русская. А? Да. Татар とは、もともとラテン語のタルタロス、地獄からの死者を意味する言葉でした。モンゴル襲来によって生まれたタタール人、その後モンゴルの支配の一翼を担い、ロシアの人々から恐れられたのです。タタール人たち、カザン、アストラハン、そしてクリミア半島などを中心に勢力を持っていました。しかし、ロシア帝国の成立によって、逆に彼らは迫害される身となり、故郷の地を追われることになります。1552年、カザンがロシアに併合されました。これをきっかけに、ロシア人たちが植民のために、続々とタタールの土地に入ってきています。タタール人たちは、ロシア人によって町から追われ、土地を奪われていきました。これは帝政ロシアの軍隊に属していたタタール騎馬軍団の訓練風景です。馬を操るのに長け、集団戦を得意としたタタール人は貴重な戦力でした。タタール人は迫害を受ける一方で、軍事集団としてロシアに取り込まれていったのです。ロシア帝国が取ったタタール人に対するロシア化政策、その後、ソビエトにより徹底した形で受け継がれました。タタール語の本が焼かれ、タタール語の教育が禁止されました。長い迫害の歴史の中、タタールの人々は次第に民族としての独自性を失いつつあったのです。しかし、ソビエトの崩壊によるナショナリズムの高まりは、ここタタール産にも及びました。タタール人たちの間で、ロシアからの独立を求める運動が一気に広がりました。Я считаю, что это нормально.Ну а какие? Природные богатства останутся в Татарии, и Татария будет своими природными богатствами распоряжаться. Это одно. Ну, а... Их центр не захочет отдавать, а Татарии надо было. На миллионы Казань вот перед перестройкой была одна национальная школа. Все высшие учебные заведения, преподавание шло на русском языке. И те...Татары, которые живут в селах, а большинство татарского населения, коренного, живет в селах, учатся на татарском языке и не попадают, не получают высшего образования. Ну и очень многого другого страдает. Теряем свое искусство, теряем язык, теряем культуру. Сейчас, если нет, то не, и будет она суверенитетна, конечно, если жизнь, наверное, не скоро наладится. Я воздерживаюсь от этого.今年3月21日、
このタタールスタン共和国でロシアからの独立の是非を問う国民投票が行われました。エリツィン大統領はこの投票がロシア共和国の憲法に違反するものであると非難し中止を勧告。しかし投票は決行されました。結果は 61.4% が独立に賛成。タタールスタン共和国はロシアの連邦条約の署名も拒否し独自の道を模索することになったのです。モンゴル軍の襲来によって生まれその後ロシアとの確執を繰り返したタタールの人々、彼らの存在はここに至ってロシアの行く末に微妙な影を投げかけているのです。1237年大ハーン・オゴデイの命令のもとにモンゴル軍は当時ルーシーと呼ばれていたスラブ民族の土地へ侵入を開始しました。ルーシーとロシアの語源となった国です。当時ルーシーは12の公国に分かれていました。中でもキエフとウラジミールはそれぞれ西と東の拠点都市として繁栄を誇っていました。ブルガルを支配下に置いたモンゴルは一気にルーシーの地に攻め込みました。当時は小さな田舎町に過ぎなかったモスクワを焼いてウラジミールに迫ったのです。モンゴル軍来た、その知らせはウラジミールに届きました。ウラジミールの町に今も残るメインゲート、黄金の門。ウラジミールの領主が国を建てたとし、門の襲来に備えました。ウラジミールの町は、小高い丘の上にある、10メートルほどの高さの城壁が巡らされていました。町に入る門には、それぞれ守備の兵士が配備されました。川が城塞都市の周囲を囲み、水滴の侵入を固く阻んでいました。軍団は凍りついた川を一斉に渡り、四方から城塞都市に攻撃を開始しました。モンゴル軍は投石機を使って石を投げ込み、川を雨のように降らせました。町に立てこもったウラジミール軍、軍屋を任せ攻撃に次第に疲労の色を帯びしています。軍人の門の両側の城壁を破壊し、そこから町へ侵入。追われた人々は町の中央にあったウスペンスキー寺院に逃げ込みました。モンゴル軍は誰も出入りできないようウラジミールの町を厳重に包囲しました。そしてこのウスペンスキー寺院に火をかけたのです。モンゴルの兵士が教会の扉をこじ開けたとき、
そこにはおびただしい数の死体が折り重なっていたといいます。ロシアの年代記は伝えます。モンゴル軍は聖母を略奪した、金銀宝石を剥ぎ取った、聖なる十字架、聖なる器を奪った者もいた。これら全てを自分たちの陣営に持ち帰る。教会には今もこの時の戦闘で町を守るために戦った武将の遺体が聖人に列せられて安置されています。政治支配が始まったのです。14世紀に書かれたイフラシーニア年代記、ここにはルーシの諸都市がモンゴル軍に敗れ、その支配下に組み込まれていく様が描かれています。ウラジミールにモンゴル軍が侵入した、モンゴル軍は町を焼き多くの人を殺した、残った人々は税金を払い始めた。これはモンゴルに税金を納めるウラジミールの市民の姿を描いた絵です。モンゴルは征服した地域で人口調査を行っています。農耕地の生産量を調べ、職人の数や種類を記録しました。この調査をもとに税制を実施したのです。これはスリトクと呼ばれる銀の高額貨幣です。ルーシの地にできたモンゴルの国で発行されたものです。大ハーン・オゴデイは帝国全土に税を銀で納めるよう命じました。徴税人は農民たちから毛皮や作物の形で税を徴収し、それを銀に変えました。税金はこのような銀のインゴットの形でモンゴル帝国に納められ、カラコロムに住む大ハーンの元にも届けられたのです。ロシアにはモンゴルタタールの首輝きという言葉があります。首輝きとは、馬や牛に荷車を取り付けるための横木のことです。ロシア人にとってモンゴルの時代は、首輝きをつけられたような重苦しい日々でした。モンゴル・タタールの首輝きという言葉は、ロシアの教科書にも、モンゴルはルーシの地に多大の損害を与えた。そのモンゴルタタールの首輝きの象徴がバスカキと呼ばれる徴税人である、そう教科書は教えています。残酷で無慈悲なモンゴルの徴税人を歌ったこんな歌も紹介されています。金がない者からはその子供を取ろう、子供がない者からはその妻を取ろう、妻がない者からは本人の首を取ろう。モンゴルは支配した土地にわずかな兵しか置きませんでした。しかし謀反が起こりそうになると密かに早馬が飛びます。草原の彼方にいた軍団が
瞬く間にやってきて反乱を鎮圧したといいます。驚くべき速さで情報が伝達するこのシステムについてマルコ・ポーロは東方見聞録にこう記しています。古来のいかなる帝王、いかなる人物によっても成し得られなかった壮大さ、偉大さを如実に示す最も輝かしい証拠、それがこの通信伝達システム、ジャムチである。大ファーンの都を出発し、この道をとっても40キロほど、ジャムと呼ばれる駅に、ジャムには宿泊施設、食料、火炎間などがそれ、必要なものは何でも支給される。死者が急を要する場合、休む間もなく用意された火炎間に乗り失速する。闇を松明を持って走る。一日に500キロを走破する。ジャムチを使うためのパスポート、ファイザーが発行されていました。これは銀のファイザー。ファイザーは使う人の身分によって、金や銀、鉄などの差があり、その使い道によって形が異なっていました。この丸いファイザーは円ファイと呼ばれ、特に緊急の死者に与えられました。炎牌を持つ者はゴビ砂漠を突っ切るといった特殊なルートを使うことが許されていました。また乗っていた馬が倒れたような場合には人の馬を召し上げる権利もありました。ファイザーには大ファーンの言葉が刻まれています。永遠なる天の力により、大ファーンの命を恐れざる者は罰せらるべし。広大なモンゴル帝国全域に張り巡らされた草原の道、ジャムチ。ジャムチは20世紀初めにシベリア鉄道が開設されるまで、ユーラシア大陸で最も早い交通通信システムでした。モンゴルの強大な軍事力によって守られたジャムチは、また安全な通商路でもありました。商人たちもこれを利用し、モンゴルも彼らを保護しました。ジャムチは帝国内の経済活動を支える道でもあったのです。このルートの要となっていたのが帝都カラコルムでした。カラコルムは地理的にはユーラシア大陸の辺境でした。しかしジャムチが整備されたことによって、カラコルムはまさに世界の中心となったのです。カラコルムから出土した仏像の塔、これはオゴデイの宮殿、万願宮の跡で発掘されました。宮殿の門を飾っていたものが随分あります。ウンチャワンは、中国河南省の金陽という玉で焼かれたものです。上薬には、鉄に灰を混ぜた、月白というものが使われています。これは中国の花絵の形を真似た道路です。ハスの花と思われる模様にして中国の皇帝の象徴龍の文様が描かれています。
正面にはペルシャ風の水色の上薬が描かれています。中国のデザインにペルシャ風の上薬。国際都市カナコルムにふさわしい一品です。カナコルムには帝国全土から陶工、金銀大工、織物職人など一級の職人たちが集められ大ハーンに奉仕しているのです。万安宮、この大ハーンの宮殿がいわばカナコルムの心臓部でした。町にはこうした中国式の建物の他にイスラム寺院も建てられていました。カナコルムには食料や大砲を満載して握り、毎日200両も到着しております。町外れにはキリスト教会もありました。二代目大ハーン、ホゴデイが作り上げたカナコルム。やはり世界帝国モンゴルの縮図のような国際都市。モンゴルの遠征軍がカラコルムを離れた。すでに4年の歳月が流れていました。ルーシの主だった町はすでにモンゴルの手の中にありました。そして今軍団が目指すのはルーシ遠征最後の、そして最大の目標、キエフです。ウラジミールを抑えたモンゴル軍はひとまずカスピ海近くの草原地帯に南下しました。ここでひと夏馬を養い兵を休ませ、満を持して一気に西のキエフへと駆け上ったのです。キエフはルーシの母なる都と呼ばれ、ルーシで最も古い歴史を持つ町です。当時キエフはルーシの政治、経済、宗教の中心地でした。ビザンチンの影響を受けた絢爛たる文化が花開いていました。聖母マリアの描かれた黄金の十字架、周囲には宝石の縁取りが施されています。この黄金の胸飾りもキエフで作られたものです。キエフはこうした優れた工芸品を作る技術を誇っていました。モンゴル軍襲来、ロシアの年代記は伝えています。厚い雲のようにモンゴルはキエフに、無数の車の火、ラクダと牛の砲火、魔の稲鳴き、恐るべき時の声、圧勝のうちに終わりました。キエフを支配していたミハエル公はハンガリーへと落ち延びていきました。キエフはこの戦いを境に凋落し、ルーシの名士の座を取り戻すことは二度となかったのです。かつての輝きを失ったキエフとは対照的に、モンゴルのルーシ支配の中で急速に力をつけてきたのが新興勢力モスクワでした。モスクワはモンゴルのハーンに取り入り、ルーシの主導権を握るのです。モスクワ公イワン一世はハーンに賄賂を、他のルーシ諸国から税金を集める特権を得ました。このイワン一世の時代にモスクワは大きく発展していきます。12世紀、モンゴル侵入以前のモスクワ、モスクワは森と畑に囲まれた小さな村に住みました。
中心クレムリン。イワン一世時代のクレムリンの建設。この時期、クレムリンは飛躍的に大きくなります。周囲の城壁はまだ木造です。重要な建物は石造りになっています。規模、現在のクレムリンの3分の2まで広がっています。モスクワはルーシー全土の富と権力を握っています。それに伴ってクレムリンもまた大きく成長しているのです。15世紀、この時にはすでに現在のクレムリンと同じ規模になっています。ロシアの政治、軍事、経済の中心であり続けてきたクレムリン。一説にはクレムリンという言葉もモンゴル語で砦を意味するクレムという言葉にその語源を発しているといいます。クレムリン、そして現在のロシアの中心地モスクワは、皮肉にもモンゴルタタールの響きの下で発展を遂げたんです。クレムリンの中に今も残るロシア正教の教会、その多くはイワン一世の時に建設が始まったものです。モンゴル支配の時代、それはロシア正教会がその勢力を拡大する時代でもあったのです。ロシア正教会はモンゴルのハーンのために祈りを捧ぎ、免税の特権を与えられました。モンゴル軍が侵入した時にはルーシ全土で100に満たなかった修道院、モンゴルの支配下で270を数えるまでになります。こうしてモンゴル、モスクワとロシア正教会を取り込み、ルーシーの支配を進めていったのです。モンゴル軍の支配は当初はルーシーの北西部には及んでいませんでした。しかしその地域もまた次第にモンゴルの支配下に組み込まれていきます。それを助けたのがモスクワとロシア正教会でした。その象徴的な事件がプスコフで起きました。1327年、ルーシの有力諸侯の一人がモンゴルに反旗を翻した角で追われ、ここプスコフに逃げ込んできました。ロシアの年代記によれば、彼はイワン一世と互いに歯を競っていた実力者、名前をアレクサンドルと言いました。モンゴルのハーンはモスクワのイワン一世と連合軍を仕立て、プスコフに向かいました。プスコフの市民はアレクサンドルを助けるために一戦を交える構えを見せました。しかし戦いの火蓋が切られようとしたまさにその時、驚くべきことが起こります。ロシア正教会が異教徒のモンゴルに味方して、アレクサンドルとプスコフ市民に破門を言い渡したのです。それには絶大なる効果がありました。アレクサンドルはプスコフからさらに落ち延びていかざるを得なかったのです。モンゴルに協力したモスクワとロシア正教会、その後のロシアを導く二つの勢力はモンゴルタタールの首輝きの下で力を伸ばしていったのです。カール・マルクスは
こう言っています。タタールの首輝きによって出資したモスクワ。モンゴル奴隷制の血生臭いおじくがモスクワ国の揺りかごとなった。現代ロシアはモスクワ国の変身に過ぎ、ルーシーの母なる都キエフには陰りが差していました。この地域を指すウクライナという言葉はモンゴルの支配下で誕生しました。その語源はフライ、辺境を意味しました。このメモリアルはウクライナのロシアへの併合を記念してソビエト連邦時代に建てられたものです。ロシア人とウクライナ人が手を携えて前進していく様子が銅像のモチーフとなっています。しかしこの銅像が倒される日も近いと噂されています。ウクライナはモンゴル帝国の時代以来ロシアに長く主導権を握られてきました。ソビエト連邦の崩壊後その不満がにわかに吹き出しています。Своим, своим складом даже лица, пожалуйста, посмотрите на русских, у них и скулы, и другое такое смесь монгольская. Хотя они считаются славянами, славянами они считаются, но они очень перемешаны с монголами, они там долго жили, и не только тому. Это совсем другое, другой народ.新聞の漫画でウクライナのクラフチク大統領はこう言っています。ルーシーはかつてあったし今もありこれからもある。しかしそれはキエフのルーシー、ルーシーの名手はキエフであるという思いがそこには込められています。ロシアとウクライナの対立、モスクワによるロシア支配、そしてタタールという民族問題、200年に及ぶモンゴルタタールの首輝きはロシアに未だ消し去ることのできない痕跡を残したのです。ポーランドの古都クラコフで毎年6月に行われるライコニックの祭り、これは1241年のモンゴル軍との戦いを記念して始まった祭りです。その主役はモンゴルの武将の扮装をし馬にまたがったライコニックという人物です。彼は楽団を引き連れて1日クラコフの街を踊りながら練り歩きます。ライコニックは手にズブニガンという木槌を持って観客たちの肩を叩いて回ります。叩かれた人には幸福が訪れるといいます。この祭りではなぜかモンゴル人が幸せを呼ぶ使者として登場しています。ルーシー全土を支配下に置いたモンゴル軍、その後東ヨーロッパに向かい、ポーランド、ハンガリーを蹂躙しました。この教会では40人の修道士がモンゴル兵に殺されたと言われています。生々しい殺害の跡をとどめる修道士の遺骨。次々と敵をなぎ倒したモンゴルの遠征軍はさらに西ヨーロッパに迫る勢いを見せていました。
モンゴル軍の破竹の進撃が止まる日が来ました。カラコルムからの使者が大ハーン・オゴデイの死を伝えたのです。父チンギス・ハーンの残した帝国を引き継ぎ、それをさらに発展させた二代目大ハーン・オゴデイ。1241年12月、オゴデイは56歳の生涯を閉じました。オゴデイはその死を迎えるまで、自らが建てたこのカラコルムにとどまり、帝国経営のためのシステムを作り上げていきました。カラコルムを拠点とするジャムチを張り巡らせ、世界帝国の財源を確保するため、帝国全土に税制を敷いたのです。オゴデイはこの世を去りました。しかし、オゴデイの残したシステムは今や成熟に向かい、子孫たちに受け継がれていきます。オゴデイの死後、モンゴル帝国は、さらに中国南部、チベット、ペルシャを見せ、陸の帝国としては歴史上例のない巨大帝国へと成長するのです。世界帝国モンゴル。全人類の半数がその支配下にありました。戦いによる拡大化、経済による発展化、クーデターによって五代目大ハーンについた不平、未来は海の道を蒸し返し帝国に君臨しました。未来の武器は当時の国際通貨銀、そして舞台は巨大計画都市ライフでした。経済大国元の攻防への次回アイモンゴル大いなる都を